はい、どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはモンベルのダウンジャケットでございます。アウトドアブランドたくさんある中でですね、日本のアウトドアブランドといえばモンベルを思い浮かべる方が多いんじゃないですかね。まあ、ティートンブロスとか他にもあるっちゃあるんですが、まあ、お近くに店舗があってとか、着ている人を見かけるとか、一番こうメジャーな存在なんじゃないかな。モンベルの店舗に行けばですね、もうアウトドアを楽しむための道具、ギア、ウェア、もうすべて揃っていますよというぐらいですね、本当にいろんな分野で使えるものが本当にたくさん、ありますね。しかもですね、サイズ展開もものすごく豊富なので、まあ、どんな体型の方であっても自分に合うサイズを選べるんじゃないかなと、本当素晴らしいなというふうに思います。機能的な素材を使った行動着、アウトドアでレジャーを楽しむための行動着としてですね、コスパも良くて、非常にいいおすすめのブランドなんじゃないかなというふうに思います。値段は安くと言ってもですね、まあ、安くはないんですけど、その他のね、海外のアウトドアブランド、パタゴニアとかノースフェイスとかアクテリクスとか、そういったものと比べるとお安いなというふうにやっぱり思います。まあ、比較するものがねあって、高い安いというふうなのがありますけど、もちろんユニクロさんと比較すればお高いですよ。でですね、たくさんシミがあるんですよ。まずお腹、胸、モンベルのロゴが書いてあるところから前身ごろ、ずっとシミがあります。ドット状の何か、何ですかね、油染みのような感じに見えますけど、飲食に伴うものなのか分かりません。お客様もいつ何がついたのか分かんないという、もう裾まであるんです。たくさんあります。もう意識してみると、ちょっとね、グロスが変わって見えるので、シミ見づらいんですけど、意識してみると、ここもここもここもと、もうね、カウントできないぐらいの、本当にたくさんのシミがですね、あります。で、前身頃だけじゃなくてね、袖なんかにも、あ、ここにもあるなと。だからね、同じ日に同じ原因でついたシミだけじゃないと思います。ずっと冬の間ね、長いこと着続けて、ここも広範囲にこうちょっと濃く見えるところなんかもそうですし、いろんなものがね、いろんな日についてしまっているんじゃないかなと。そして袖とかはね、やっぱりその着用に伴う自然な変化として、汗とか皮脂とかがですね、やっぱりこうつきやすい部分でございますので、どうしてもね、一番汚れやすいところなのかなというふうに思いますが、袖よりもやっぱり色の段差が目立つなって思ったのは襟でございます。襟はですね、自分の首が当たる部分、汚れの首輪なんていうふうなことがつきやすい部分はですね、もうワントーン色が濃くなっております。発色性が非常に悪くなっちゃっていて、触るとですね、ちょっとこうベタつくというか、サラサラしていない感じがいたしてですね、かなりの汚れがついているなというふうに思います。フルジップにした時に顔周り、顎周りが当たる部分なんかもね、もしかしたら同じように汚れているのかなというふうに思いますね。全体がやっぱり汚れているので、全てのシミ汚れをきれいにしたいなというふうに思って作業させていただくんですが、お洗濯表示はですね、非常にメンテナンス性が良くて、ドライクリーニングも水洗いもどっちもできると書いてありますし、表地裏地はナイロン 100%、 どちらもナイロン 100% という化学繊維なんですが、中綿はダウン90、フェザー10というような天然素材が使われております。どんなフィルパワーの数値なのかは分かんないですけど、結構ねボリュームたくさんダウンは入っているなというふうに思いますね。汚れがひどい時はダウン製品を扱っているクリーニング店に相談してくださいというふうなことがですね、真ん中よりちょっと下に書いてあります。まさしく当店のことだと思いますし、たくさんシミがあるからこそですね、うちを選んでいただいたと思うとですね、もうお客様がびっくりするぐらい、一つ残らずシミ汚れを取ってですね、ダウンのロフトもパンパンにして、お渡ししたいなというふうに思います。こうして見てもね、襟黒いの分かりますもんね。綺麗にします。はい、仕上がりがこちらでございます。まず結論から先に言いますとですね、大成功でございます。こんな風にすればこんな風になるだろうというような作業をひたすら繰り返すわけなんですけども、まあ、汚れがひどければひどいなりの洗浄力を重視した作業であったり、何度かこう作業を繰り返すというような手間をかけするしかないんですよ。適切な手間をかけるしか、きれいにする方法というのはないので、
いつもねダウンはこの通り洗ってますとかそんな風な感じでやってるわけじゃないです。ダウンのロフトもいい感じに戻りました。アウトドアブランドのダウンってこう小さくギューッと潰して潰して空気を抜いて小さくしてスタッフバッグに入れて持ち歩くというようなことを想定していると思うんですよ。なので戻りがね、早いんですよ。早く感じます。実際にこう測ったわけじゃないですけどモンベルのダウンなんかは本当にね、洗ってペシャンコになってね空気が抜けてペシャンコになった状態からそのダウンのロフトを復元するためにまた十分空気を含ませてあげなければならないんですがその戻りがですねすごく早くてすごくメンテナンス性がいいなというふうに思います。それもですねやっぱりこの従来のダウンステッチが入った糸目のわかるダウンジャケットだからこそなんですね。まあ、最近流行りのシームレスであったり雨や雪に強いよというような濡れないダウンなんかはですねこうはいかないんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、防寒性だけを考えれば、まあ、こっちの従来のダウンの方がメンテナンス性も良くてね、お安いですしね、しかも結果的に長く着続けることができるんじゃないかなと思います。襟も黒くなっていた部分はですねすごく綺麗になっております。ちょっとねピカピカしてグロスがあってねちょっと見づらいんですが本当に綺麗だし触った感じもねサラサラと本当に気持ちよくなっておりますので完璧に汚れは取れたなというふうに思っております。いいですね、いいです。モンベルはやっぱり実際に着てみるとそのファッション性というような意味じゃなくてね本当にこう機能素材を使った行動着として着てみると本当に申し分ないと思うんですよね。申し分ない。しかも汚れを気にして遊べないわというようなことでねアウトドアでガンガンそんなシミ汚れなんか気にせずにね楽しいことをやらかしてたくさん汚してそれでも元に戻しやすいというメンテナンス性の良さというのもものすごく大事だと思うんですよ。いやいやこれはね、もう行動着じゃないんだよってファッション性を重視したおしゃれ着だよという風な人がお好きなデザインお好きな色味そしてお好きなシルエットでね、選んでいただいてメンテナンス性よりもファッション性を重視していただければいいと思うんですがいやいやそうじゃないんだと僕はそのレジャーを楽しむ外で汚れるかもしれないようなレジャーを楽しむために着るんだという風なことであればメンテナンス性は意識した方がいいと思います。若干袖のリブはねゴムがちょっと伸びてるような気がするんですがでも伸びたとしてもねここでギュッとその面ファスナーマジックテープついてるからギュッとすれば小さくできるし問題全くないと思います。ただねモンベルさんお直しもしてくれるので気になるようであればそんなに高くなくお安くお直ししてくれるんじゃないですかね。僕が知る限り国産のアウトドアブランドでお直しまで完璧にやってくれるところというのはモンベルさんしかないんじゃないかなというふうに思います。もうね褒めちぎってるわけなんですけどもでもねやっぱりどうせ、ダウンを買うならスペースが着たいんだというふうな人はですね、ダウンが欲しいんじゃなくてノースが欲しいんですよ。だからそれはねもうしょうがないですね。まあ自分で何を着るかっていうのは選ぶのはしょうがないですけど、モンベルはね本当にいいなと思います。裏地の緑と表地の緑の色味がちょっと似てるところがあるんですがやっぱりそこはねマットな感じとハイグロスなピカピカしてる感じとでちょっとこう光沢に質感に差があったりするのもちょっと凝ってていいなというふうに個人的に思ったしあとはねフードのフィッティングもちゃんとフードを使うとフードをかぶるというようなことをね考慮していろんなところに調整できるようになっていたりね本当ね実際行動着として着てみると本当にいいなというふうに思うわけですよ。でガンガン汚れてそこもすごく綺麗になると完璧じゃないですかね。はい、ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。モンベル大好きですね。